はっ。うー、危ねえ。はっ。さあ、来い。はっ。で、ああ、待って、取れてない、取れてない。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、今回からこのスーパーマリオメーカー2をやっていきたいと思います。ZL と ZR。こっちか。遊ぶ。私は、ストーリーモードがあるっていう風に聞いてたから、私はこのストーリーモードをやっていきたいと思います。いや、私がさ、こういう、マリオらしいマリオをするのって、全くないやん。いや、本当に私、ね、リアルでも全然こういうのやらんけん。いやー、新鮮。マリオさん、あと少しで完成です。キノピコ親方。さすがキノピコ親方のデザイン。これならピーチ姫も大感激です。キノピコが親方な。キノピオの方じゃないんよね。なんなん、お城作りよ、今。なになになに。なにあのスイッチ。あ、リセットロケットが置きっぱなし。親方、早く片付けないと。リセットロケット。なになに、ワンワン。誰誰かわいいんだかかわいくないんだかよくわからないキャラクター。しかもなんか平面感がすごいんやけど。なんなの、なに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 。懐いて。おー、なになに。おっ、おっ、あー、なになになに、何が起こるの。飛び立つしろ。え、4、3、2、なんか1人寝てるんですけど、めっちゃ。え、なんかロケット発射して、なんか城なくなったよ。あんなでかかった城。え、瓦礫すらも残ってないんやけど、綺麗さっぱり。はぁ、あ、お城が、うぐぐ。あ、話しかける感じ？踏みつぶしよった。ピーチ姫のお城が、急いで建て直さないと、建て直すって一からやんね、大丈夫な。でも材料かお声も使い切ったし、どうしたものやら。任せて、なんとかするよ、任せて。マリオさんがコインを集めてくれるんですか？マリオさんが協力してくれるなら、前よりもっと大きなお城を建てられますよ。コイン集めのことなら受付キノピオが詳しいです。まずは受付キノピオに話を聞いてみてください。人がやってくれるって分かった途端にさ、なんか、前以上にコインを必要とするというのはどうかと思うけどね。怖ーい。マリオさん、親方との話聞いていましたよ。なんか、この頭に、このヘルメットはいるんかなって思ってしまうけど、やっぱ柔らかいんかな、頭。今まで私たちは世界中のお願いを叶えて、そのお礼にコインをいただいていました。そのいただいたお金、コインでピーチ姫のお城を作ってきたんですよ。でもそのコイン集めをマリオさんにやっていただけるなんて勇気100倍です。では早速ですが、クリボー大好きおじさんのお願いです。誰ー。まずはこのお願いにチャレンジし、クリアしたお礼のコインをいただきましょう。坂道越えてゴールを目指せ。あ、こういう感じ、クエスト的な感じで進んでいくってことかな。クリボーでいっぱいのコースを作ったぞ。お礼を用意したから誰かゴールするところを見せてくれ。コツは下り坂で、Lスティックを下に入れて滑ってクリボーたちを蹴散らすこと。クリボー大好きおじさん。ふんふん、頑張ろう。それでは行ってらっしゃーい。やっぱりどんどん難しくなるんよね。嫌やな。頑張ってこ。うわー、びっくりした。うぃー。なんか私ね、もうね、基本的な動かし方すら、うわー、びっくりした。お尻から。基本的な動かし方すら分かってないけんさ。あ、つらい、ちょっと待って。アイテム取ってないんだけど。取った方がいいよね、やっぱり。コイン。コイン1枚だけあったけど。入れない。あ、ファイヤーファイヤー。どうやって使うんや。あ、これか。何あれ、なんか変な顔のマーク出たよ。誰誰とかじゃないかもしれんけど。はぁ、あ。いいね。何あれ、何あれ、何あれ。なんか髪の毛生えたクリボーみたいなのおる。キャラクター名もちょっとよくわからん。あ、これ音が鳴るやつやろ。何怖い怖い怖い。ワンナーってやったー。違う違う違う。壁キックしてしまった。これ中間地点か。ここ入れるんじゃない？入れんの？あ、全然入れんかった。でもなんかいけそうな感じするけどな。ね、するよね。
あ、待って、これあれやん。無敵やったのに。無敵やったのに全然意味なかった。違う違う、こうか。お尻から。やっぱりお尻から。なんかファイヤーいっぱい出てくるね。トレン。一応今もファイヤーだからいっか。ほっ。ジャンプでいった方が良いと。あ、あー、ちょっと待って、せっかくのが。はい、オッケー。これもクリボーなんかな？なんか上もいけそうな感じが。お、これをパフ、パフ、パフ。なん、10。あれで10枚分ってこと？へい、こんなゆっくりでも OK なんやね、滑るの。よいしょ。そしていつも上がって、お、上がっていくときのさ、あの、土管に頭が吸い込まれていくやつ。あれの意味が全くわからんねんけど、どういう仕組みって感じじゃない？あー、すべて取りたい！やったー！ふぅー。へい！あ、めっちゃ低いとこになった。めっちゃ低いとこになった。あの辺からジャンプしたはずなんだけど、下やったかな？コイン2枚やって最後。イエーイ、どこから帰ってきた？あ、一応コースで取ったコインプラスの100枚ってことなんや。なるほど。あの中に100枚が散りばめられとんかと思った。手に入れたコインはキノピコ親方のところに持っていこう。全部搾取されるわけですね。怖い。土台を作りましょう。マリオさん、どこ行ってたんですか？あ、コインを集めてきてくれたんですね。その通り。さすがマリオさん、ありがとうございます。じゃあそのコインでお城を作り直していきましょう。まずは土台を選んで発注してみてください。土台、これしかないわけね。じゃあ本当に作っちゃいまーす。やめてくださーい。うん、せやけど。オッケー、それじゃあ工事スタート。あー、一気に100コインも持っていかれた。なんか、城めっちゃ高くなった？あんなでかかった最初。早速土台作っていきますね。そうそう、お願いを叶えると工事が進みます。なので、どんどんお願いを叶えてくださいね。どうせならさ、あれないけど、あの、お城のさ、見た目も変えれるようにしてもらえたら、なんか、いいなって思うんやけど、そこは無理なんかな。さあ、マリオさん、お願いを叶えてください。の前に、受付キノピオのワンポイントアドバイス。パチパチパチ。お願いには何でもチャレンジできます。コース内に手に入れたコインは持ち帰れますよ。コホン、それでは改めまして。じゃあ、簡単なところで、めっちゃコインを稼ぎまくるっていうこともできるってことやね。マリオさん、新しいお願いが来ました。もう一気に3件。まあ、私は順番にやっていこう。うわ、もう、あれやん。4番目から難しさ2に上がる。はい、使いこなせ。オンオフスイッチ。叩くとブロックが出たり消えたりするオンオフスイッチを使いこなすんじゃ。わしなりにいろんな使い方を考えてみたぞい。何この話し方。これを読んだお主、バッチリ最後までいけるか見せてくれい。仕掛け博士。なるほど。それではよろしくです。仕掛けか。苦手そう、私。あ、そっか、前回、死んだけん、一気なくなったんか。お、見た目が変わった。ドットやドット。あれ？あ、これで、ここにブロックが。わー、なるほど。こういう感じなわけや。このさ、昔のマリオってさ、めっちゃなんか、変じゃない？でかくなったとき。あ、ちょっと待って、あっちのまた。あー、縮んだー。せっかくでかくなったのに、意味が。よいしょー。なんか、スタスタ行きよったら敵が現れそうな感じするよね。これは？ああ、なるほど。そこからクリボーが来るようになったんよね。お、ワンワン、ワンワン。全然、鎖で繋がれてない。お、あ、あの中に閉じ込めるんかな、ワンワン。そしたら楽になりそうやね。いけ！やったー！ごめんね、ワンワン。あの上も行けそうな感じするけど、行けんのかな？行けんのか。わからんけど。あ、落ちた。あ、これ！やったー！全部落ちたよ。これはどうしたらいいんやろ？上から行く。お、なんか、あれだよね。自分が思っとる以上にマリオのジャンプ力があるけん。すげえなと思う。これトゲ？あ、違う。普通に。あ、びっくりした。え？これは何？どうやって行けばいいの？普通に下がれるの？下がれない。どうやって行くの？あっこ。あ、どっかの土管から出てくるってことかな？あれ。わからんけど。ああ、なに？びっくりした。なんか、落としてしまった。これはあれか？超えれるやつか？あ、超えれんかった。
で普通にジャンプでいける？あ、取れた取れた、やったー。これであっちに出れるとか。あれ全然違うところに出たんやけど、何これ。あ、スター。あ、そういうことね。これで、これで、はっ、こういうことや。イエーイ、来い。待って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 、これでどうしたらいいんやろ。あ、なんかいっぱいおる、めっちゃ。って、あ、あ、は、跳ね返され、助けてー。ポリポリ、間に合ってねー。ん、あたしそんなに増えとった？ 7 って書いとるよね、あれ。来い、は、うー、あぶねー、は、さあ来い、は、で、あー、待って、取れてない、取れてない、ちょっと助けてー。あ、復活しとるし。あれってなんて言うん、あのパタパタの羽みたいなのがついとるパックンフラワー。あ、消滅した、消滅したよ。来い、は、あー、ちょ、タイミング、お願いします。は、よし来い、来た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 、へい、お、いける、多分。早く早く早く、へい。待って、ここで、ここですごい時間がかかる。助けて、おー、いけた、よし。これは、は、おー、届いた、へい。せっかくアッコ抜けたのに落ちてくるの。なんかめっちゃ増えてんだけど、なんで。なに、誰、誰じゃねえ。いや、兄さん、クリアできないときは僕のお助けパーツを使うといいよ。そんなのがあるの？なんかよくわからんけど。ちょっととりあえず頑張りたいけん、待って。あれ？これは、あ、そっか。こういったときに、あれ？ちょ、待って、は。あ、なるほど、閉じ込めるっていう方法もあるんや。さあ、これで、なんか下ちょっと入れんし。ふわ。これは？どうしたらいいの？何もできない。あれ？ここ入れるとか、入れない。あ、ま、あー、ポリー。ポリー。もうちょっと広いところや。もうちょっと広いところで、あれやね。のこのこを使う。ちょっと待って。は、あー、ちょっと待って。下手くそ、下手くそなの？いや、下手くそなのは知ってるけど。は、このまんま。は、怖い。あ、これで、あ、ちょっと待って。あ、これで順番に進んでいくわけ。こう。こういうことね。あ、やった。あ、ちょっと待って。は、あ、ちょっと待って、上がれない。下から突き抜けることはできないんだな。はい。これで、あ、やった、一番上。コイン10枚。ドクロマークや、ドクロマーク。ありがとう、拍手。これで今回150枚。ん？何何？ 1%。土台になんか2段階必要ってこと？なんか消えたんですけど。作業中の気の気を消えたよ。どこ行った？工事の進み具合はこんな感じです。ただいま工事中です。どんどんお願いを叶えてきてくださいね。あ、一回一回なんか知らせんといかんわけじゃないんやね。土台の完成が楽しみですね。あとは私たちに任せて、マリオさんお願いを叶えていってください。なるほど。なるほど。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことは、あと一つコースクリアしたら土台が完成するってことか。頑張ろう。